交流戦が終わり、リーグ戦再開後の7試合で11得点と打線の不調に苦しんでいる巨人。その7試合でわずか2勝となっていますが、首位の阪神とは 5.5 ゲーム差で、このゲーム差は交流戦終了時とは変わっていなく、不調ながらもゲーム差を維持できているのは不幸中の幸いと言えると思います。上位4チームの最近10試合の勝敗を見ていくと、広島に6連勝はありましたが、下位のヤクルトに連敗し勢いが止まり始め、阪神と横浜もいまいち乗り切れていないため、巨人もまだまだ巻き返しが可能となっています。今回の動画ではこのセリーグ上位4球団でどこが抜け出していくのか、巨人が抜け出していくためにはどうすればいいのか考察していきたいと思います。皆様にもどのチームが抜け出していくのか予想をしていただきたいです。このチャンネルでは巨人の試合が行われた日には試合終了後1時間以内にその日の試合の振り返り動画を投稿し、視聴者の方とコメントで感想戦などを行っています。よろしければチャンネル登録お願いします。各チームの戦力をチェックしていきます。まずは4位の巨人から。主力野手のここまでの成績を見ていくと、全体的に落ちてきてはいます。 OPS8 を超える選手は岡本選手と秋広選手しかいなく、丸選手はついに7を割ってしまっています。丸選手は200打席以上に立ってこの成績で、例年なら不調でもフォアボールが多く、出塁率は維持できていましたが、今シーズンはフォアボールも少なくなっているのがすごく気になるところです。オールスター明けの6連戦が続く8月が勝負になってきますが、そこに向けて丸選手と中田選手の復調は、坂本選手がいつ戻ってこられるかわからない巨人打線において必要不可欠になってきます。これまでにも不調の時に2軍に行って長嶋さんにもアドバイスをもらって復調したということがありました。そういうことをするのであれば今が最後のチャンスだと思うのですが、このまま1軍起用を続けて復調を待つことになるのでしょうか。坂本選手離脱の影響も大きく、離脱してからの6試合で3名の選手がショートでスタメン出場していますが、合計で18打数1安打、フォアボールもなしと全く貢献できていません。坂本選手が戻ってきてもショートで出られるかはわからないので、中山選手と門脇選手には守備はもちろん打撃でももう少し貢献してもらわないと今後苦しくなっていきます。今は中軸の不調期が重なってしまっていて、打線の状態はそこになっていますが、ここから上がってくるとは思うので、もう少しの辛抱だと信じておきましょう。先発投手は戸郷、グリフィン、山崎伊織の3選手に安定感があり、復帰してきた菅野選手とメンデス選手もそれなりに投げられるということを示してくれています。ここに現在はブルペンに回っている横川選手、井上選手を加えた7名の先発投手がいるので、8月の連戦にも耐えられるローテが組めそうです。平均的に質の高い先発投手を揃えられているのはアドバンテージになってくると思います。懸念点としては先発8番手以降の投手の質が少し落ちるので、2名以上の離脱や不調が出てくると苦しくなっていきそうです。そこはさらなる若手の台頭や赤星選手や松井選手にも期待しておきたいと思います。ブルペン陣も見ていくと、6月は救援防御率がセ・リーグで唯一の2点台となる 2.36 を記録し、5月が嘘のような安定感でした。やはり中川選手の存在は神のようであり、11試合連続無失点で防御率もいつの間にか1点台に突入し、ウィップも1を切っています。同じく6月は安定していた菊池選手ですが、先日の試合でフィールディングの不安を払拭できていないことが露呈してしまいました。こうなると相手チームにバント攻めをされると終わるので、接戦時には起用しづらくなってきます。それでも高い奪三振能力を持っているので、貴重な戦力であることには変わりありません。大勢選手の離脱が懸念点ですが、8月の連戦の前に万全な状態で戻ってこられればいいと思います。リリーフに転向したビーディ選手は安定していますし、ファームに好調なリリーフ選手も多く、新外国人選手も獲得していたりと、ブルペンにはまだまだ伸びしろがあると思っています。
今のところ7月も安定しているブルペンなので、このまま月間救援防御率2点台をシーズン終了まで維持し続けてもらいたいです。続いて現在首位阪神の戦力をチェックしていきます。野手は近本、中野、大山の3選手が中心で、ここまで全試合に出場しており、特に近本選手と中野選手はフルイニング出場を続けています。攻守において中心となっている3選手なので、この中の1人でも欠けたら戦力は大きく落ちるので、蓄積されているであろう疲労が心配されます。岡田監督の中には休ませるという選択肢はあるのでしょうか。ホームラン、打点とチーム2番目の数字を記録している佐藤選手が2軍に降格しているのは他球団にとって助かっていると思います。何か事情があると推測されますが、スタメンに佐藤選手がいた方が他球団にとっては怖いでしょう。もう一つ阪神は両翼の選手に苦戦している印象です。ノイジー選手の状態がなかなか上がらず、ここまで OPS は6を切っています。前川選手の台頭はありますが、今後に向けて両翼にはどの選手を中心に据えていくのかも大事になってくると思います。先発投手はリーグ1の防御率を誇ります。防御率1点台の3選手と伊藤選手を含めた4枚はかなり強力ですが、5番手以降には苦労しています。西勇輝選手はここまでローテを守っていますが、例年のような安定感はなく、6番手には西純也選手、ビーズリー選手など様々な選手が試されていますが、定着するまでには至っていません。ファーム調整中の青柳選手が状態を上げて8月に戻ってこられれば、さらに強固なローテになっていきそうです。懸念点としては、防御率1点台の3選手はいずれもこれまで1年間ローテを守ったことがありません。シーズンも残り半分となっていますが、後半も維持できるかは未知数なので、8月の連戦を前にバテないかどうかは心配です。ブルペンに関してもリーグ1の防御率を記録しています。20試合以上に登板し、防御率1点台の投手を4名抱えているという強力なブルペンです。ここに現在は調整中の湯浅選手が復調してきて加われば、他球団にとっては驚異的なブルペンになります。リーグ平均と比較しても、フォアボールを出す割合 BB パーセントの低い投手が多いブルペンは本当に羨ましい限りです。続いて現在2位の横浜の戦力を見ていきます。野手はレギュラーのほとんどが OPS7 を超え、チーム打率、チーム OPS、総得点がリーグトップの強力打線です。今シーズンからレギュラーに定着した関根選手はさすがに落ちてきましたが、それでも守備で大きくプラスを作っています。牧、宮崎の両選手は高いところで安定しており、佐野選手も徐々に成績を上げてきています。宮崎選手と桑原選手のコンディションが心配ですが、うまく休ませながら起用している印象で、捕手に関しても3名の選手を回しながら上手に起用しているように見えます。先発投手は東、今永、バウアーの3選手が平均でも7イニング近くを投げ、クオリティスタート率も8割を超えています。この3名が中心のローテーションで、バウアー選手を中4日や5日でどんどん投げさせられるのは、今後の過密日程でも有利になってくると思います。4番手以降も石田選手とガゼルマン選手は開幕からローテを守り、大貫選手も状態を上げてきています。ファームにも状態のいい笠原選手や巨人キラーの平選手も控えていて、8月の連戦にも耐えうる先発陣を持っています。横浜の先発陣は登板が一番多くなるであろう、バウアー選手がどこまでハイパフォーマンスを維持できるかが大事になってくると思います。中継ぎ投手は勝利の方程式の伊勢選手が昨年と比較し三振をあまり取れていないのが気になりますが、ここまでリーグ2位の18ホールドを挙げています。クローザーの山崎選手も防御率は高くなっていますが、リーグトップの18セーブ。エスコバー選手の不調は痛いですが、その分新外国人選手のウェンデルケン選手が活躍していて、森原選手や上茶谷選手も渋い活躍をしています。
続いて現在3位の広島です。秋山選手に不調期間があり OPS は8を割ってしまいましたが、西川選手と坂倉選手が好調で秋山選手の不調をカバーしていました。高い OPS を記録しているこの3名の左の好打者が中心となっていますが、ここに加えて現在はファーム調整中のマクブルーム選手とデビッドソン選手の両外国人選手が OPS7 を超えるくらいまで上がってくれば打線はさらに強力になっていくので、広島はこれからの両外国人選手の出来が大事になってくると思います。先発投手は栗、床田、森下の3本柱がかなり強力です。3選手とも長いイニングを投げることができ、防御率は1点台で、クオリティスタート率も3名合計で9割近い数字を残しています。大瀬良選手にも安定感が出てきていますが、5番手以降が少し心配です。先日は野村選手の好投はありましたが、若手先発投手は結果を出せていなく、今後の過密日程で先発の枚数が揃うのかという不安があります。故障していたアンダーソン選手がシート打撃にも登板し、順調に回復してきているのは朗報ですが、上位の他球団と比較すると先発投手の量が少し心配です。中継ぎ陣は栗林選手の不調は大誤算でしたが、矢崎選手の活躍も嬉しい誤算でした。ここまでクローザーとして十分な成績を残せていますし、ターリー選手、島内選手の勝ちパターンも安定した投球を続けています。勝ちパターン以外の投手がいまいちなところもあるので、栗林選手の復調を含め8月の連戦に向けて信頼できる中継ぎ投手をあと何名かは作っておきたいです。現在は4位までは 5.5 ゲーム差となっており、交流戦終了時は6ゲーム差だったので全体の差は縮まっていて、現時点では抜け出しそうなチームもなく、この混戦はもう少し続いていきそうです。今後は下位チームに対する取りこぼしも痛くなってくるので、ヤクルト、中日との対戦カードでは確実に勝ち越していくことが上位4チームには求められます。やはり圧倒的な投手力を誇る阪神が有利なのではという印象があります。今の投手力をシーズン終盤まで維持できるのかという懸念点はありますが、貯金を12個抱えているという現状を見ても阪神が有利だとは思います。横浜はバウアー選手がハイパフォーマンスを維持できるか、広島は野手の両外国人選手が状態を上げてくるのか、巨人は中田選手と丸選手が復調し得点力が戻ってくるか、このあたりがキーポイントになっていきそうです。いずれにしても勝負は8月の連戦になってくると思うので、各チームそれまでに戦力を整えて首位と離されずに8月を迎えることが現時点での課題だと思います。ロッテとのトレードが発表され、石川選手を放出し小沼選手を獲得しました。石川選手は今シーズンファームで圧倒的な成績を残しながら一軍出場は一度もなく、悔しい思いをしていたと思うので、ロッテで打ちまくって巨人を見返してほしいです。打力に課題のあるロッテではすぐに出番を与えられると思うので、その活躍をこのチャンネルでも追い続けたいと思います。巨人に移籍してくる小沼選手は2020年の育成ドラフトでロッテに入団し、昨シーズンに支配下登録された今年で25歳となったリリーフ1です。巨人でいうと平内選手や山崎伊織選手と同学年です。今シーズンのファームでの成績などを見る限りは平均球速は147キロほど、フォアボールは少ないですが三振を多く取れるタイプでもなく、すぐに一軍で活躍できるというわけではなさそうです。それでも30歳の外野手と引き換えに25歳のリリーフ投手を獲得できたのはトレードとしては良かったと思います。ある程度一軍のブルペンに目処は立ってきましたし、今が最後の売り時であろう石川選手で伸びしろのあるリリーフを獲得できたトレードとなりました。明日からの対戦カードと先発予想はご覧の通りです。巨人は下位の中日相手なので苦手なバンテリンドームにはなりますが、連勝しておきたいです。広島と阪神の上位対決は好投手同士のマッチアップが続きます。
仮に広島が勝ち越し、巨人が中日に連勝できれば、首位から4位まで4ゲーム差という熱い展開になるので、そうなることを望みましょう。横浜は裏ローテにはなりますが、山田選手もいなくなった回のヤクルトなので、確実に勝ってくるでしょう。バウアー選手が中4日でヤクルト戦での登板を熱望しているらしく、週末の巨人戦には投げてこない可能性もあります。とりあえず巨人は、中日に連勝しなければなりません。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。